信する。とりあえず、過去の。そうだ、全然ドロップボックスペーパーがそのままだ。もう、いや、なんやかんや9月10月こうなる、もうどうにかなんないのかな、うん、あ、ちょうど1年ぶりじゃないですか。いや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 、ほんとっすね。見事に1年ぶり。で、そうか、去年は伊藤さんがいたから、もうそれだけで。そうそうそう。そうだそうだ。そうなんです。3人、いました、ね。東京大学、最低。伊藤さん、いなくなっちゃった。2ですよ、まだ。ダメだ、慣れてない。え、どこ行った、あ、一番上。なんかね、そう、Facebook たまにそういうのあります。ありますよね。よし。あ、また YouTube。何それって。2倍とはうまくついてきてない。本当だ。はっ、崩れた。怖い。あ、よし、とりあえず。何のもん、あ、直そうか、じゃあ。いや、直しますか。いや、ちょっと待ってて直しますか。どうせの名前は消えた。まあ、まあ、そうですね。タイトルだけのコピーして。タイトル。タイトルがない、うん、このドロップボックスペーパーがまだ生きてるという、うん、素晴らしい素晴らしいですね。石間さんがいる、難しい。なんか石間さん見ると、うん、ICC を思い出すよね。これか、あ、これ YouTube か。これタイトルがコピペできない。これか、これタイトルか。一行目に来てる。これこんな短かったっけ？なんか消せないけど。いいか。AGU。AGU ですね。じゃあこんな感じですかね。はい。久々に。うん、ポチッとな、いった、始まりましたかね、いった感じですね。これで出ているか、うん、出た感じがしますね。ちょっとハウリングディレイがあるからハウリングしないか、はい、あ、来ました、テステステス音声、うん、大丈夫です。画質はちょっと粗めな感じ、まあ、まあまあ悪くない感じ、はい、はい、テストから配信してるという。音は大丈夫そう。こんな。ああ、ですかね。ちょっと待って。まあ、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 出てます。はい。テストから配信してるという。音は大丈夫。はい。よし。OK。うん。いや、久々に1年ぶり。1年ぶりですね。1年ぶりですね。ちょっとこれで瀬戸さんの顔も映ってる。あ、大丈夫です。OK ですね。で、画面も映ってる。OK、うん。じゃあ、行きましょうか。すっごい久々の。はい、久々すぎて何を。これ、あれなんですよね。多分、ジョジョウエストをフォローしている Facebook のユーザーさんは、なんかいきなりトップに、はい、多分ライブ配信してるから配信が始まってる。なんだみたいな。そう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 。そんな感じで、出てるのではないかと。これ、シェアするのはどうもいいよね。はい、本当に、
使い慣れないとなかなか、ね、久々すぎてちょっと、はい、設定すら思い出すのに30分かかったという、はい、実行閉じます。はい、これで入れますか、ね、ちょっとつぶやきますか。あ、お願いします。あ、僕もじゃあ久々に1年ぶり、うん、1年ぶり、これはどう、瀬戸先生と、あ、なんかでも閉じちゃった。あ、そんなことないから、そんなことないです、うん、はい、ダメだ、まだこの AME が設定しきれてない。に ジオベスト、ライブ何ですかね、配信この様子すら流れてますけど、雑談トーク、始めます、うん、まあ、はい、トモビキナイトぐらいだけど、うん、今日トモビキですかね、しま、いや、じゃないとですね。いや、わかんないですから。アレクサ、トモビキじゃないと、今日は何の日？違うな。アレクサ、今日はトモビキ？すみません。よくわかりません。はい。わからないです。じゃあ、私の Google カレンダーの5曜、はい、6曜を一応、見ましょう。はい。弱光だそうです。ああ、じゃあ、トモビキではない。あさってだそうです。はい、トモビキじゃないと決定ですね。はい。なかなか、あれですね、月曜日がトモビキになるタイミングが。そうですね。うん、意外に。再来週の月曜日だそうです。おっと。再来週は、25日。もう、関さん来る頃。の一週前。一週前。ああ、なるほど。まあ、じゃあ。まあ、誰かゲストが来るかもしれない。はい、そうですね。誰か来るかもしれないし。よし。まあ、こんな感じで、ゆるく始めてみますか。はい。おい、和田さんがいいねしてる。なんか。ドキドキだ。いろいろちょっと、はい。緊張しちゃう。途端に。金杉さんがいるし、ちょっとドキドキな感じです。途端に緊張しちゃうみたいな。見てる人が、何ですかね、この、あ、やっぱりそのタイミングで Facebook を開いてると、なんじゃこれだと思って。そうですね、今、多分仕事しながらみんな、なんか始まったぞと、1年ぶりぐらいに、古橋瀬戸が青学で、なんかやらかしてるのかな、はい、っていうのが、ね、まあ、雰囲気として出てきたのかなと。で今、そうですね、準備してたんですけど、はい、いや、だから1年、まあ、本当に丸1年ぶり。やっぱり、あれですね、秋学期始まって、最初は忙しいから、はい、ちょっと授業終わってからも、一息つくこともなく。なく。あ、ただね、去年の場合は、それこそ、伊藤、ニアリスト伊藤先生もいらっしゃったので、はい、2018年は10月1日から実はちゃんとやってたんですよ。なるほど。あ、そうなんですか。はい。ところが、だから最後が11月の12日で終わっていて、なるほど。それで終わってて、関さんがこの多分翌週ぐらいから。なるほど。で、グラレコで、はい、いろいろやっているうちに、まあ、うん、配信が追いつかなかった。追いつけてないというですね。まあそうですね。だんだん思い出してきました、うん、去年のこと。そうなので。はい。じゃあ、というわけで、はい、去年の配信が終わった頃から1年ぶり。1年ぶり。はい、丸1年、ちょうど1年ですよ。はい、うん。ということで、まあ大体30分ぐらい、ほぼ古橋瀬戸の息抜きに、最近あったことをお互いにシェアするっていう、まあ一時保険の、まあ、話題を、はい、いくつか共有したいなと思ってますが、あれですかね、全く、うん、調整してないですけど、はい、やっぱりこの1週間を振り返るべきなのか、うん、この1年を振り返るべきなのかは、長くなりそうなので、1週間ぐらいにしつつ、まあ、ICC とかその辺の反省会はまた、うん。また、きっとゲストが、まあ。西村さんが繋がってる時とかにした方がいいのかもしれないので、ね、ICC の話は置いといて。うん、もう重すぎますか。まあ、OSM を細字、うん、オープンソース系で最近の話題だと、やっぱり、あれですかね、ファウンデーション、オープンスマップファウンデーションの選挙、うん、10日締め切りでノミネートが確定したというところで、うんOSM ファウンデーション、はい、
そのニュースを知ったのが実はあれですね、はい、毎週僕らもすごく楽しみにして、はい、かつ日本語訳をしていただいた皆さんありがとうっていう、はい、ウィークリー OSM というサイトがですね、今ウィークリー OSM、 はい、これで知ったという普段なるほどメーリングリストの量が多すぎて、もちろん高度化してるんですけど、はい、もうなんか読み切れない中で、うん、唯一の情報源整理されてて、本当に1週間ここ振り返れるというところですね、うん、でそうですね、はい、ですね、選挙、はい、選挙がいよいよ始まる感じですね、皆さんファンデーションのお金払って投票権持ってるかどうかっていうのはまたこの別なところですけど、うんうんうん、あ、そうですね。会費を払ってるかどうか。僕今日振り込みました。僕は9月の SOTM に、はい、行くためにか、そのエントリーをする前の段階で、払っとかなきゃと思って払っときます。先週、リクエストでリマインド来てて、やばいと思って払ったんですけども、はい。今年のノミネーション、はい、こんな感じですね。はい。それだ、そうね。こんな感じね。はい。はい、毎年この時期に、うん、改選、全員じゃないですね、うん、はい、で今回は、ケイト・ヘザー、マイケル・マロン、ケイト・チャップマン、ヘザー、うん、レイソン、うん、マイケル・マロンにフレディック・ラム、うん、4名の議席が改選、うん、でマイケル・マロンがもう一回、履行してる、はい、いうことで残りの3名はもう今期限りってことですね。なので結構メンバーがそういう意味ではフレデリックもケイトもいなくなる、まあ一応理事からはいなくなるというのはちょっと象徴的な感じがしますが、一方でこれですね、スティーブがここに帰ってきて、帰ってきたスティーブ、まあ立候補なので、まあ当選するかどうか別にしても、オープンスマップファウンデーションの理事を辞めたのは2012年ぐらい結構ですね、東京の SOTM でお疲れ様みたいな感じでやり取りしたので、多分理事はあの時に終わったはずで、うん、ファウンデーションの会員としても2016年で一回終わってる完全になんか OSM からあ、なるほど、はい、ファウンデーションの、あ、そうですね、投票権もなくなった状態で今年先月復帰、そしてノミネートということなので、あ、そうか、よく見ると、うん、何人かという表現がブリティッシュでありアメリカンって書いてますね。ナショナリティ、ね。もうそこはもう両方、で今、まあ、USに住んでるというところで、うんうん、スティーブが再選なるかっていうのは一つ目玉かなと、うんうん。スティーブ、全くこの話しなかったじゃないですか。はい、まあ、ICC の話になっちゃうと、うんうん、今年、まあ、この時期じゃん。まだ、その頃はまだ、うん、うん、急になのか、何か思うことが当然あってなったと思うんですけど、まあ、まあ、いろいろ後でちょっと、うん、見つつ、うん、かなと。そうですね。まあ、トムトムの職を続けたままやるのか、それとも、もしかしてまた、重大発表があるのか分かんないですけど、なるほど、はい、うん。っていうところです。あとは、どうですか、この顔ぶれで。うん、やっぱアジアから。アジアから、ね、はい、ジローナ、アジナルが来て、ジナル・ホリーヤ。はい。彼女は非常にアジアコミュニティの中でも、うん、存在感ありますし、はい、今、シンガポールに拠点を移しているので、うん、まあ、グラブのオプスマップマッピング担当として。うんうん、コミュニティマネージャー。そうですね。僕もステート・オブ・ザ・マップの、ハイデルベルグで開催されたときに、はい、紹介いただいて、はい、初めて。そうですね。当時、マップボックスの立場で。あ、そうですよね。そうですね。はい、そうですね。マップボックスからグラブに移ったというところで、まあ、そこはすごく、個人的な印象としては、ニナルはすごくいい、うん、存在感かなと思いますね。で、あともう一人アジアから出てるんですよね。おー、フィリピン。フィリピンから。ですかね。うん、はい。エウジーニかな、うん、って呼ぶのかな、はい。フィリピンから来てますね。うん、彼も、ソティマジアのフィリピンと、うん、あと、去年の、マニラにも来て、うん、あ、マニラじゃない、ミラノにも来ていたので、はい。存在感はありますけど、
疑問はなぜアジア一本化できなかったのかっていうのは、うん、ちょっと2人出たら票割れるんじゃねえかっていう、まあ、ちょっと投票数によって複数票確かあったはずなので、うんうん、はい、どういうふうにこう票がいくかっていうことと、うん、去年出てきたアフリカ勢が今回ゼロですね。そうなんですよね。逆に。なので、まあ、いろんなこう多様性を意識するんであれば、うん、多分ここにアフリカ勢も行ってもよかったのに今年は出なかったんだなとか、いろいろちょっとこのメンバーを見て思うところはありますけど、あと南米勢もいないか。そうですね。はい、オセアニアとかは、あ、それこそね、フォスフォー GSOTM オセアニア今週開催されます。忙しすぎて、それどころじゃなかったかもしれないですし、どうなんでしょうね。まあでもエドさんとか、存在感あるメンバー何人かいるので、いやー、どうなるんでしょうね。そうですね、確かに。という、まあ、マイケル・マロンは実績から言ったら、行くだろうな。まあ、完全に、こう、個人的な感想ですけど、生、知名度と実績と、ということで考えると、なかなか、ちょっと今年は去年以上に、面白い選挙になってきてる。ちょっとそうですね。僕もそこまでオープンストリートマップのこうマッパーの方って、うん、そこまで知り合い多くないんですけど、今までその OSMF のファウンデーションの理事をやられた方って、まあ何らかの形で接点が、うん、まあ日本でも2回国際カンファレンスもやっているし、まあその海外のカンファレンスに出た時とかでも、いろいろこうお話するタイミングがあるんですけど、今回ほとんどそういう意味では、うん、僕自身はね、まあ、そんなにマッパー の活動アクティブというと そこまででもないですけど、結構やっぱりね知らない方も多いので、まあ、そういう意味でもちょっとこうリニューアル、まあ、そういうところで面白いなと思いますね。あとはね、その OSMF ファウンデーションにいつから入っているかというリストもありますけど、はいはい、結構ね、そう、あの、いろんな時期に入って来られていて、なかなか去年参加して、うん、いきなり立候補しているポルトガルのチャレンジングなヌーノさん、会ったことないと思うんですけど、なかなか面白い。ただ、これあれですよね、多分、ファウンデーションのメンバーの活動歴と、その ISM のアカウントの活動歴は、ね。違いますよね、ここでまたこの右側で、じゃあこの、去年、OSMF に入ったけど、どのぐらいコントリビュートしてるかちょっと見てみましょう。ね、眺めてみると。面白いですね。さあ、どんな、はい。How did you contribute? あ、ね、あの、今、ログインしないと。ログインしないとダメよというので、はい、ちょっとじゃあ僕のアカウントでログインしましょうか。面白いですよね、はい。僕のアカウントでログインして、パスワードは見えないはず。まあ、ちょっとベンチマーク的に。違う、こっちで普段なかなかもうあれですよね。なかなか、そう。いつも連携してるから、いけた。はい。さあ、ね、はい、これで、さあ、ヌーノさんはどんな実績があるのか。なんかおー、この1年は素晴らしいですね。で、あ、やっぱりアカウントを取ってるのは2012年。まあ、それなりにやっぱり実績があって。ので、まあ、ファウンデーションに入ったのは、まあちょっと後からっていう感じですね。なるほど、うん。でもハイチもやってるから、クライシス系もネパールもやってますね。なるほど。というのが分かってしまう。はい。あの、メインツールは JOSM だそうです。ID、ストリートコンプリート。へぇー。スプーチ。やっぱちょっと個性ありますね。うん、おぉ、ピク4でここ、あ、ピク4レビューここに行きますね。あ、なるほど。そうか、最近だとこういう新しいツールの、ね、そうですね、はい、エディットも出るっていうのは。で、ラピッド1回だけ試してるって感じですね。なるほど。そういうのも出ちゃうんですか。まずラピッドも出てるんですね。そうか。なかなか。ほう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 。今完全に多分、視聴されてる方置いてかれてる気がするんですけど、ラピッドって何みたいな。ラピッド何って。そうですね。まあ、それはまあ、おいおい、こういうのまた、あの、SOTM アジアでもラピッドの話ありましたけど、はいはいはい、非常に Facebook の動きも面白いので、まあ、とはいえ、うん、今日は早くやりましょう。はい。あの、他、はい、マイケル・マロンとか、マッピング実績とかどうなんですか、意外に。おぉ、どうだろう。ちょっと、いや、相当やってますよね、きっと。ちょっと比べてみたいの。人のを見たい。コントリビューター。よし。
こういう時じゃないと人の見ないから。そうですね。マイケル・マロン。うん、意外にやってないっすよ、ほら。あ、僕と大差ない。もうコミュニティ活動がメインだとこうなりますね、いやいやいやパターンとして。うん、ああ、ちょっとほっとしました。あ、ほっとしました。マイケル、これか。よしよし。これでめちゃめちゃやりまくってたら、もう。そうっすよ、もう。足を向けてる。カジュアルマッパーですよ、カジュアルマッパー。うん。よかったよかった。なので、まあまあ、どっちか触れますよね。活動メインで、マッピングと、どっちを重きを置くかっていうのも含めて。なので、確かに。マイケル・マロンはアイビアですね。はい、でもラピュタやっぱ一回試してます。すげえ、まあ、みんなお試しで一回やってみるっていうところですかね。あ、すごい、よく見たら日本もアッピングしてくれてる、はい、おどうどう、あ、いいですね。じゃあ最近全然やってなかったスティーブが変わってるかどうか見てみましょう。スティーブのあのマッピングしてなささがむしろ話題になるけれど、最近実は、はい、目覚めてんじゃないかっていうところで、すごいインポートしまくってたりとかしたらどうですか。やってる、あ、でもやってますよ、やってますよ、すごい。この9月ぐらいからちょっと負けてますよ。マイケル・マロンよりスティーブの方がマッピング頑張ってるって、この、なるほど、すごい、何かある、やっぱりあったんですね。多分スティーブの心の変化が9月下旬ぐらいから何かありますね。ありますか。なので、うん、ちょっとこのあたり、おそらく、本人としても、うん、すごい、スティーブしかも嬉しいですね、うん。アメリカ、イギリスの次、日本ですよ、あの実績。いや、え、ちょっと日本に来た時に、かな、ですかね、ちょっとどっちにしても、いやいやいや、嬉しいな、まあ、こんな感じで。うん、スティーブも。あ、どういうツール使ってるか。あ、そうですね。見てみましょうか。じゃん。あ、ID。ポット。JOSM1 ですよ。意外。へぇー。へぇー。Go マップ。Go マップ。モバイルだと Go マップって感じますかね。うん、ですね、うん。iPhone 大好きっ子って感じですね。うん。でも、ポット、あれですね。プッシュピンはない。ですね、まだ ほとんど、もともとスティーブは あまりマッピングはしなかったですからね、うん、その時期にはやってなくて。多分プッシュピンってもう出ない、もうそもそも今、ね、はい、ないです、うん、はい。なので、そういう意味で言うと、この辺の後でツール何使ってるのか見ると、意外にカジュアル、何派か、カジュアルにはGoマップかもしれないとかですね。いやいや、ちょっと、これ見出すとちょっと止まんないですね。そうですね、もう止まんないので。ミカエル・ミグルスキーさんと、ステート・オブ、はい、ステイメンデザイン。ステイメンデザイン。マップ前に確か以前やられたと思いますね。はい、うん、ちょっとじゃあ、デザイナー系、エンジニア系で見てみると、ドン。おー、スティーブというかマイクルというか、ちょっと。うん、利活用の方がね、やっぱ多いので。なるほど。うん、こうなるんだ。ポトラッチ、うん。でもやっぱりそういう意味では子さん、子さんです ね、 ーーですね。ポトラッチ、うん、なるほど。でもラピッドが。でもラピッドがちゃんとみんな試してるんだ、ラピッド。みんな。あ、2007年ですよ、しかもレジスタード。すげえ、子さんだ。さすが。うん、アジア勢、ジローナ、はい、ジローナ、なんかジローナっちゃうんです。うん、ジナル、ホリー、うん、ホフィーリア。そう。アジア勢。彼女、相当頑張ってたから、うん、多分相当コントリビュートしてますよ。じゃあ。意外だ。あれ、あ、でもクリエイトの方が。あ、最近はってことですね。この1年は、やっぱりマネージャーっていうか、こう組織とかコミュニティのことに対してコミットすると、ちょっとやっぱり。なかなかそうですよね。レアピットをやってますね、やっぱり。みんな傾向としてはラピットはとりあえず試すっていうことですね。うん、でもやっぱ、まあ、いろいろ、すごい。うん、あ、これでもね、あれかもしれないですね。ステートオブザマップで、はい、ラピットのチュートリアルとかやったんですけど。あ、なるほど。そこで、みんな必ず、そうですね、参加者触ってる可能性があるので。多分、去年とかだともっと濃い感じがするんですけど。
へえ、うん、すごい。多分ジャパンとかあれですよ。一緒にインドマップボックスチームと日本のデータをやった時もすごい活動 してくれたんだと推測されます。いろんな結構メンバー多かったんだ。でも結構あれなんですね。レジスタードって意味では2015年からなので。そうですね。へえ。ヘビーマッパー。うん、まあ、ヘビーではある。なるほど。いやー、うん、じゃあ瀬戸さん行きますか。もうひどいですよ、うん、僕。瀬戸さん、瀬戸？あ、トス瀬戸ですね。いかに最近できていないか。小文字で、これでいいんですか？あ、大丈夫です。はい。ちょっとじゃあ、瀬戸さんの。いかに最近できてないのは、ちょっとランクもね、落ちちゃいました。トリビュートの。うん、おー、ほとんどね、そう。おー、ほんとだ。1年は。しかも OSM ノートの分析とか全然。なるほど、なるほど。コンデータの方やってなかったりしますからね。プッシュピンナンバーワンですよ、未だに。すごい、この、未だに。凡人っぽさが。あとね、そのラピットがなぜかね、カウントされてないんですけど、多分なんか途中でもしかしたら、あの、ね、セーブをする前に終わってる可能性がありますね。なるほど。何回かもう触ってはいる。ホイールマップが入ってるって、うん、なかなか。あとですね、そう、さっきチェックしてて気づいた、ローズマリーっていうのが、はい、これなんですか、超マニアックなんですけど、これもホイールマップ の API の一部で、Ruby で確か作られてるやつですね。これ初めて。そうそうそう。あ、でもやっぱ PIX4 レビューはバレますね。うん、やったっていうのが。うん、半分かなんかで、ね。なるほど。そうなんですよ。ちょっと、僕最近、あんまりもう記憶いないですね。やっぱり、神経、まあもちろんクライスマッピングはちょっとありますけど、うん、動作チェックで終わっちゃうから、はい、これでいけるはず。じゃじゃん。ちょっとドキドキですね。いやでもなんだかんだあれですよ。ああ、まあそれなりに埋まってますね。うん、まあやっぱ授業でやってるから、うん。扱いとしては。一応スーパーマップ扱いになってますまだベリーアクティブ。ベリーアクティブ。本人的にはもう、なんか、そんなにアクティブじゃない気がするんですけど。圧倒的なプッシュピン。あ、プッシュピン。日本人的な。ははー。あ、でもローズマリー入ってますね。はい、やっぱり。あれいつの間に、ね、あ、ラピット。ラピット。完全に一回触るみたいな。自分が意識してないけどっていう。なるほど。面白いですね。面白いですね。いやという形で、ぜひ、まあ、はい、あの、やればいいっていうわけでもないし、まあ、どういうふうにコミットするかなと思うので、これも含めて、うん、ぜひ。中には366 days ってちょっとよくわかんないカウント。そうそう、じゃあその話を考え、OSM スタッツ新しい機能ですね。そうそうそう。OSM スタッツ。新機能で。はい。そうなんです。あれはすごいですね。ボードですね。はい。リーダーボード。はい。リーダーボードの機能で、ユーザー、世界中のユーザーがどんだけ頑張ってるのかっていうのを見ると、まあ、こんな感じになってるよっていうところで、まあ、これは多分見ると、まあ、あの、ちょっともう、あ、でもトムさんがここに来るんだ。日本人としては。トムさんより上いるのかな。すげえなぁ。オーバーオールとラスト2マンスが読み入れる。はい、トムさんはすごいっすね。すごいっすね。やっぱ、このトップ20には入る。入るんだ。なるほど。パッと見日本人、トムさん以外。山さん、これ日本人っぽいな。あ、イキヤさん、22。イキヤさん。あ、上、あ、さすがイキヤさん入ってますね。はい、なるほど。っていう、まあ、これ今までの、はい、のでですね、はい。で、じゃあ、で、重要なのは、どれだっけ。どれだっけ。アクティビティ、これかな、アクティビティ、あ、これだ。あ、これですね、アクティビティの項目が、これですね。すごいですよね。その、1年間、この1年間で365日中何日マッピングしたかって言ったら、なんかカウント1増えて366という、毎日マッピングしてる人がこれだけ17人いると。いると。で、その中に日本人が、下り専門さん、池谷さん、2人も入ってる。いや。え、もっと、もう1人。こう、あ、違うか。ああ、これはちょっと日本人。イカちゃんは、違いますかね。365なので。あ、そうか、5か。はい、そうです。多分日本人っぽいですね。見てみましょう。全部探される。イカちゃんさん。うん、イカちゃんさん。UK、USA。あ、いいじゃない。なんか、
あれですね、イカ娘が好きな人。ああ、なるほど。アニメ好きの、うん、イギリスのマッパーが合ってますかね。やっぱり2人。2人ですね。まあ、こんな感じで、まあ、下見れば多分いっぱいいるんでしょうけど、うん、尊敬します、ね。毎日ってやっぱすごいですよね。そう。イケアさんとくだり専門さんのモチベーションが素晴らしい。なっている。はい。という。しかも366っていう、そうですね。すごいですよね。はい、あのイングレスでもね、同じようなことやってる人たちいますけど、はい、素晴らしい、はい、というところで、うん、いやいやいや、あと何ですかね、はい、この1年間ぐらいで、いや、この1週間ぐらい、あ、いや、1週間ぐらいで、あと5分ぐらいで、あ、それこそ SOT のアジアに行かれた話を、せっかくなので、はい、あのバングラディッシュ、うん、行ってきました、はい、ダッカですね、あ、ですか、はい、ダッカの SOT のアジア、そうですね、ステイト・オブ・ザ・マップ・マップ・アジア。アジア、まあ、僕が、はい、運営で手伝ったのは、うん、ほぼほぼドメインの設定と、はいはい、ホームページ周り、まあ、いや、もうホームページの本当に細かい設定のところをやったのと、あともううちの学生を連れてったっていうことだけなんですけど、はいはい、結構、はい、中心になったメンバーが、もともと AIT で、うん、アジア工科大学でドクター取ったのかな、はい、彼のアハさんっていう、うん、非常に優秀な若手の、まあ、バングラデシュマッパーであり、世銀の仕事もやっていて、うん、で、OSM もやり、舗装事務やという形で、うん、割と古くからよく知ってるメンバーが中心になってました。うん、で、そうですね、特徴としては、うん、バングラデシュって、うん、世界最大 の人口密度を誇る国なんですけど、うん、なので、僕もバングラデシュ2回目だったんですけど、はい、めちゃめちゃどこ行っても人がいるんですよ。で、なるほど、カンファレンスも学生めちゃめちゃいて、うん、存在感があったのはユースマッパーズですね。ユースマッパーズバングラデシュは、そもそも大学もいろんなところのバングラディッシュの中のいろんな大学のメンバーがユースマッパーズとして若い、まあ、学生の頃から結構熱心にこうオープンズマップに取り組むっていうコミュニティが結構たくさんあるんですよ。で、ユースマッパーズ、ユースマッパーズ の分布を見ると、はい、基本大学に1団体っていう形でこうチャプターが用意されてくる。で、国に一つというわけでもない、ね。そうですね、うん。で、これでこのマップを見てもらうと、もう一目瞭然なんですけど、この、おお、すごいこんな状態、まあ今ちょっとユーラシア大陸、アフリカだけを出してますけども、基本アジアはポロポロ、うんうん。で、アフリカがグワッといると。で、ヨーロッパもポロポロって感じですけど、アジア勢で集中するのはバングラディッシュとネパールなんです、ね、はい。インドでもないっていう、ね。インドも一箇所しか一応チャプターはないですね。なので、まあこんな雰囲気の中で、まあ、ほぼほぼこの集中しているユースマッパーズの学生がみんな集まったような印象を受けました。はい、なので非常に若いメンバーがこうアクティブに動いているというところで、ちょっと日本も含めてアジアの、まあ、いろんな地域の学生のネットワークをこれから立ち上げるのに、まあ、いいエネルギーをもらったかなというところ で、 そうです、ね、日本でもユースマッパーちょっと立ち上げる、今年は力を入れようかなと。いいですね、確かに。なんか、キーノートとかはどういう。キーノートはですね、キーノートは今回、フィリピンの、はい、OSM の、うん、デビット、うん、はい。で、彼は非常にいい話をしていて、うん、デイビット・ガルシアさん。はい、ああ、ね、はい、はい、簡単で、ね。で、彼も優秀なマッパーであり、今、ニュージーランドに拠点を移しているんですけど、うんうんうん、なので多分今頃、この SOT ムオセアニアで大変で、また帰ったらイベントだ、みたいな感じで言ってましたけど、彼の話の中で、すごい、こう、象徴的だったのが、やっぱり、ま、基本、アジアのメンバーって、ほぼほぼクライシスマッピングが原点になっているんですけど、その、フィリピンの国の地図を出してたんです。うんうん、あれ、僕写真撮ってるかな。
よいしょ。国の、写真、うん、フィリピンの国が提供する、うん、よいしょ、これかな、これがこの前ちょっと、アジアマッパーズ違うな、すごい違うな、まさに、まあ、ボックス、そうですね、ミートアップの話もまた、そうですね。はい、フィリピンの国が提供するフィリピンの島国の地図に、はい、うん、やっぱり大縮尺の情報が載ってないので、結果としてここに集落があるはずなのに、あ、国の地図に集落がないように見えるような書き方をされて、で、災害が起きた後、ものすごいこのエリアが大変なことになったのにもかかわらず、うん、まあ、自分たちの存在を見つけられてないんじゃないかとか、まあ、そういう地図から読み取れる情報の中に、うん、そもそも自分たちが生活し、まあ、自分たちの仲間が、うんうん、が生活している場所の、地図、あ、これかな、この辺にちゃんと載せて、あ、うんうん、すいません、ブレブレですね載せてあげることが大事なんだみたいなところで、はいはいはい、結構その大縮尺の地図をいかにみんなで共有するかっていう重要性を熱く語ってたのは印象的でしたね。はい、で、あの、有名なこのジオグラフィーの絵。これが今だとこれだろうみたいな感じで、まあ、あの、やっぱりフィリピンも、まあ、インドネシアも含めてアジアのメンバーって結構災害にがっつりマッピングしてるっていう活動を本格的にやっている中で、その彼なりの、その、こう、やり方というのを、割とプロセスをデザインすることに多分彼、興味あるんじゃないかなと思って、まあ、いろいろこう、理想と現実の、その、作業の流れみたいなものもこう、図化しながら、一生懸命、熱い話をしたのが印象的でしたね。そう、その、やっぱり、日本みたいに大縮尺の地図が当たり前にあるっていう国がむしろ珍しいっていうところは、やっぱりそうだなって改めてこう言われて、うんうんうん、だし、こう住んでる側からしても自分たちの集落が国の地図に載ってない、うんうん、こうっていう悲しさみたいな、うんうん、その場所としてちゃんとこう記録されていないという状況ですね。いや、まさにですね、あのデイビッドさんは実は僕はドイツに9月に演奏テーマで行ったんですけど、で直接お会いし、はいはい、そうそう、はい、お会いして、いろいろ実は話す機会があって、まあ、やっぱりその話もしっかり、あとは、その、デイビスさん自身ですね、実は、今、カンタベリーに行く前は、UCL、うん、実は。で、そうなんだ、UCL なんだ。だからそうそう。で、その出身の話とか、まあ、あの、論文の話をして、なんか僕のこと、実は彼は知ってくれていて、もう、帰ってすいません、みたいな感じで。いや、僕は、なんかツイッターとかですね、あの、うん、こう、ヒューマニタリアンオープンストリートマップの活動で、あの、アイコンっていうかね、あの、ことは知ってたんですけど、ああ、そういうの初めてですね、みたいな感じで、いろいろ話せたのも、まあ、フェイストゥーフェイスのね、良さではあるんですけど、やっぱりそういう、こう、イギリスで勉強して、まあ、その、もともとフィリピンにいて、で、今、そのニュージーランドにいるっていう、まあ、いろんなこう国を渡り歩く中で、やっぱりそういうこう、その記録されていない、その場所の問題をどう考えるかっていうのとか、まあ、あの、SOTM の中でも、いわゆるインディジニアスな、あの、いわゆる先住民集落のその地図をどう考えるかみたいな、すごくやっぱりそういう意味では、こう、質の深いところに今、彼は結構そのフォーカスをしてるなという印象があって、うん、なんかそういう意味でも、すごく洗練されたプレゼンテーションをするんですけど、すごくそういう意味ではこう、うん、根が深いというか、非常にあの重要な問題をこう提起してくれるっていうのは、すごくあの、SOTM のライトニングトークでもディスカッションになっていたぐらい、うん、すごい注目するマッパーであり、うん、まあ、彼自身ね、やっぱ研究者でもありますけど、うん、なんか注目するあの一人かな、という気がしますね。うん、なんかね、うん、別の機会ぜひ、日本とかで喋ってもらっても面白いかなと思いますね。彼はいいですね。うん、かつ、なんかそのアーバンプランニングの経験もあるようなので、うん、
なんかそういうこう農村とかその集落みたいな、話からその都市の話が両方できるって結構珍しいタイプかなと思います。あともう一個はやっぱり Facebook ですね。ですね、この話は、うん、まあ、毎回 SOTM で Facebook 話をして、うんうん、ある程度こうみんな状況を分かってはきているんですけど、うんうん、まあ、結構今回面白いなと思ってたところで、うんうん、まあ、この辺はいつもの。はいはい、増えましたよね、こう。なんか前 Facebook でこういうサービスにマップ使ってるよっていうのが5個ぐらいとかあったのが、もう、なんか140とか、もう、ほぼ全部みたいな。感じになってる、うん、これ僕この図が結構これ前SOTM、はい、ハイドルブログでこれ出ました、はい、この図って分かんないですけど、ああどうだったかな、ちょっと話しましたよね。で今回はあれですね、その一般発表の方がほとんどだったので、多分だからこういう概念的なものじゃなくて、いや逆に言うと結構具体的な、うん、あのプロジェクトであったりとか、そういう発表が多かった気がしますね。これでやっぱりすごく Facebook の立ち位置が僕は分かったなと思うのは、うん、まあ OSM があって、イエスあると。うん、で、Places、これが Facebook エディター、うんうん、POI のデータに なってくるので、やっぱりそこは明確に分けていて、うん、そこをマージするつもりはない、うん、というところが、まあ、ここは明確に示されて、かつまあ個人のユーザーのピンがその上に乗っかるっていう、まあ、大きく3段階の構造になってる中で、いわゆるプレイシーズは Google ローカルガイドに相当する競合データとして育てていくっていうところの中では、あくまで別個の扱いになっていく。多分これは、ある意味、トムトムとか他の POI のデータを持ってるところとの競合にもなっていくっていうところでは、OSM にマージするってことはないなっていうのが、まあ、よく、あの、分かったスライドでしたね。あとは、そうですね、この辺は、そうですね、いくつか。この辺頑張ってますよ、ね、この辺もいつもので。そうそうそう。いや、結構、何回か Facebook の話聞いた中では、今回、あのアジアに来た彼はすごく、また別な面白さがいくつかあって。うんうん、いいですね。で、いくつかあったんですけど、あ、これこれこれ。割と、あと、興味深かったのは、うん、ラピッドで、うん、建物トレースの部分は、はいはい、Facebook オリジナルじゃない。っていうと、MS にと一緒にやった。そうか。そこは、ね、マイクロソフトって結構2011年、2年ぐらいに、結構独自に、その自動判別やろうとしてて、うん、マイクロソフトリサーチをやってましたね。そのエラーが発生しました。終了後にもう一回、はいはい、その成果が今 Facebook と組んでもう一回動いてるっていう、はい、そこがあ MS がマイクロソフトここに入ってくるんだっていうところで、すごい感慨深かったです、うんうんうん、お組むところと組んでるなっていう話ですね。で失業とのところで質問したんですけど、うん、やっぱり使ってるのがデジタルグローブというか、はい、今マクサのイメージアリーをベースにしてるので、うんうん、まあ、やっぱり解像度もあの高いとはいえ数十センチなので、うん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 、まあ、それでどこまで建物っていけるのかっていうのは、まあ、正直僕は疑問してる、うんうんうん、疑問してるというか、うんうん、あんまり正確にはいけないんじゃないかと思ってる立ち位置なんですけど、で逆にでも、まあ、僕らの場合にドローンもやってるし、うんうん、ドローンバードのデータも含めてドローンのデータを使うっていう選択肢は考えてるので、うん、で必要であればこっちからドネーションというか、うんうん、データどんどん出すから使ってみたいな話をして、うんうん、その時の結果としてはまだドローンではやってないというところと、うん、やっぱり今教師データがその今の数十、うん、まあ40センチとか、はい、そのぐらいの分解能を持ったマクサーの画像に衛星画像に最適化させちゃってるので、うん、やっぱりもう一回その機械学習のこう教師データの作り直しをするっていうところではすぐにはできるとは思えないけど、チャレンジする価値があるんじゃないかぐらいな感じだったと思ってるんですけど、そんな感じで多分こう建物のフットプリントをがっつり自動判別するということの技術的な部分は今マイクロソフトとフェイスブックは組み始めていると、いうところと、個人的にはそこにより高分解能の画像を投入しないと、うん、多分建物の正確なトレースってやっぱり難しいんじゃないかなという
ところでそれを誰が補うかっていう、ドローンなのかもっとマクサがいいデータ出してくるのか、まあプラネットまだまだだと思うんですけど、衛星画像だけじゃやっぱりちょっと難しい、確かにっていうところかな、まあ、その2つですかね。まあ、道路の判定にしてもやっぱりなかなか性能がその上がらないというか、まあ多分限界値まで結構来ていると思うんですけど、そこもやっぱ同じ問題を抱えてて、でやっぱりね、その木の影になっちゃうとか、建物以上に場合によってはトンネルとかがあるとそもそももうダメだみたいな話もなる一方で、結構そうなんですよね、あの再学習ってすごくコストがかかるのは、その気持ちも非常によくは分かってしまう状態で、かつ多分マクサーとかね、それこそ全世界で均一のそのクオリティで、あの、供給できるっていうパターンと、やっぱりドローンだったり UAV も、あの、まあ、割とこう、高解像度では提供できるんだけど、じゃあそれがあまねく全世界に同じタイミングでできるかって全くそういうわけではないので、どっちを取るかっていうのはすごく、まあ、用途によって変わるのかなとは思いますね。ちょっとここはこの1年ぐらいの多分動き方を見つつも、なんかいろいろ、いよいよこの世界に入ってきたなっていうのと、その独自にやるんじゃないっていう、ちゃんとまあ今いい意味でちゃんとレビュー取ってて、でまあ過去の成果も含めて継承してる感では、ちょっと Facebook やるなって思いました。あと実際に今まではこういうのを作りますっていう割とこうプロモーションが多かったんですけど、実際触れる環境を、あの Jupyterノートブックだったかな、もう含めて、実はチュートリアルをその、ホットサミットとそれからステートオブザマップで、初披露だったかちょっと分かんないんですけども、実際に何回かそのチュートリアルセッションみたいなのをやっていたので、なんかいよいよ具体的に触れるタイミング、さっきの1っていうのはまさにそうだと思いますけど、それができるようになってきたっていうのも結構注目が今後集まるタイミングかなと思いますね。なんて話してると、もうあっという間にもう、30分。まあそんなとこですよね、はい。そうですね。まあ一週間だけでも。まあまた来週は瀬戸さん来る。はい。はい。じゃあ。そうですね。ちょっと。11月からいよいよ、じゃあ、毎週できるかなみたいな。できるかどうかわかんないけど、こんな感じで緩くできましょう。ますので、1週間、ウィークリー OSM の、あの、はい、テスラ。テスラ、テスラの自動運転のナビの話もいろいろあるけど、これはちょっと、はい。来週に届く。読んどいてください。読んどいてください。ついに来たなっていう感じもします。はい。じゃあ、ということで、いいですかね。はい。はい。お疲れ様でした。じゃあ、今日はありがとうございました。また来週。来週、やりようと思います。じゃあ、配信終了。はい。西村さん、早く。ジオチカス、フィリピン、立ち上がってる。なるほど。そうね。あったかんないって見てるのかな。やっぱりちゃんとすごいな。収録が